第5章。親分、長姉じゃお民の殺されるな当たり前だって言ってますよ。それはどういうわけだ？あくる日、ガラッパチはいろいろの情報をかき集めて平次へ報告に来たのです。女は美しかったが、色っぽくて年寄りたちの評判は散々でさ、伝次郎と約束のあった佐七の娘のお染を放り出させて、自分から出羽屋に乗り込み伝次郎へ食い下がったほどの達者な娘ですもの。佐七の娘はどうした？相変わらずブラブラですよ。親父の佐七は名代の嘘つきで、野太鼓のような頼りねえ人間ですが、あの子は評判者だから不思議じゃありませんか。伝次郎に捨てられてブラブラ患いをしているか下手人と分かっても訴人するものはありませんよ。それにあの器量だ。バカ、誰がお染めを下手人だって言ったんだ？三崎町中の評判ですよ。呆れた話だ。ブラブラ病の娘が出刃包丁を持ち出して、自分の倍もあろうという太り自身の女をたった一円売りに殺せるものかどうか考えたら分かりそうなものじゃねえか。平次の言うのはもっともでしたが、出なきゃお民を殺したな出羽屋の伝次郎ですよ。何？ガラッパチの言葉も予想外です。町内の人や奉公人の口ぶりじゃ、伝次郎はお民をひどく嫌っていたようで、お民が乗り込んできたんで、ついた中のお染と別れたんですぜ。どこら伝次郎がお民を殺したというのか。男なら弱そうに見えても、あのぐらいのことはできますよ。切られたのは右の喉笛だが、左の首筋には黒血が溜まっていて、倒れた時撃ったにしちゃおかしい。恐ろしい力で左の首筋を叩くように押さえ込み、右から出刃を回して切った傷だ。伝次郎じゃ難しいな。平次は何やら考えております。伝次郎でなきゃ親父の伝右衛門？60以上の年寄りがかい。橋を立ったってやはり男で。まあいい、今晩は桶屋の近所に見張っていて、久兵衛が出たらその後をつけてくれ。平次は気を変えたようにこう言います。出かけるでしょうか。きっと出る。それも夜中じゃない。老けると目立つから、お通夜の中から抜け出して宵のうちに行くに違えねえ。へえ、はっきみてえだね。これが当たったら、じって取り縄をお上へ返して、賛儀を持って辻へ立つとしようか。似合いますよ、銭形堂の英才なんてのは。二人は声を合わせて笑いました。第六章。日の暮れるのを待ちかねて、ガラッパチは三崎町へ回りました。間が抜けているようでも、家業柄思いのほか忍びは巧みで、桶屋の前の路地に潜んで、木戸の陰から久兵衛の家の裏表を見張っているのを誰も気がつきません。お経や百万遍や賑やかな通夜が始まって、明かりは往来までこぼれている中を、およついと出た人影があります。辺りを見回して表へ出ると、五六軒先の出羽屋の木戸へ、大きな鳥のようにひらりと姿を隠したのです。続いて入ろうとしたガラッパチは、木戸の外へ強い手でぐいっと押し戻されました。親方。それは銭形平次の同じく忍び姿だったのです。はっけは当たったが、人が悪いぜ親分。たまってるんだ。もう少し経つと面白いことが始まる。そのはっけは当たりゃいいが、無駄を言うな。それっきり二人は黙ってしまいました。それからあん時ばかり、
中から人が出てくるような。木戸を半分またいだところで捕まえろ。難しいね。し。平次の言葉が終わると同時に、裏口からそっと忍び出たくせ者。あたりに気を配りながら木戸を押しました。こよだ！正面から飛びついた八五郎。あっ！戻るところを後ろからは平次。神妙にせい。ピシッ。実手が鳴ると闇の路地にざくりと落ちたものがあります。なんだなんだ。家の中からは雇い人たちが飛び出してきましたが、手職に照らされた思いもよらぬシーンにさすがに近寄りもなりません。縛られたのは顔見知りの桶屋久兵衛で、縛ったのは銭形平次と八五郎。それだけなら何でもありませんが、路地の中は投げ出した風呂敷から溢れて、山吹色の小判でいっぱいだったのです。ハチ、ここで縄付きを見張っているんだぞ。誰が何と言っても動いちゃならねえよ。小判なんぞに気を取られると鳥が飛ぶぞ。でじゃあですよ、親分。平次がガラッパチに縄付きの久兵衛も託して木戸の外へ出ます。どうなすったんで。何？銭形の親分さんが久兵衛さんを縛った。とんでもねえ。裏口へ顔を出したのは主の伝右衛門でした。62歳、一代にこれだけの新書をこしらえたしたたかな親父ですが、喘息と年のせいで近頃はもうすっかり老け込んでおります。カラッパチはそれに見向きもせず、平次に言いつけられた通り久兵衛の縄尻を取って落ち散る小判と伝右衛門の兜を見比べておりました。寺屋の旦那、わしは泥棒と間違えられましたよ。こんなバカバカしいことはあるもんじゃねえ。早くなんとか証を立てて縄を溶かしてくださいよ。久兵衛の調子には我慢のならぬ怒りがありました。これはもうねえ、親分さん、お聞きの通り久兵衛さんは後ろ暗いところはございません。娘が死んで弔いも出せねえから、少しばかり用立ててもらいたいというから、あり合わせの金を持たしてやったばかりですよ。あり合わせ？あり合わせがざっと300両。ガラッパチにも合点が行きません。おケアの娘の弔いには3両でも余るでしょう。八五郎親分、お聞きの通りだ。うちじゃ通夜の人たちが待っていますよ。この縄を解いてください。ガラッパチも弱りましたが、さっき平次が言ったことを思い出すと、この縄はうっかり解くわけにいかなかったのです。親分さん、久兵衛さんもかわいそうですよ。無事に消してやってください。ガラッパチ、こんなに弱ったことがありません。久兵衛も泥棒と思い込んでしまったのは、どうも親分の平次が一世一代の見込み違いのような気がしてならなかったのです。娘の強だというのに。久兵衛は大下包みをぶってガラッパチを睨みます。解いてやろうかしら。そう思うガラッパチの目は思わず伝右衛門の後ろ、出羽屋の裏に釘付けにされました。ハジ、縄を解いちゃならねえぞ。親分の平次は出羽屋のせがれ伝次郎の肘を取って何やら片手に振りながら出てきたのです。親分、お民を殺した出羽包丁が手に入ったぞ。血染めの絵には小判型に出羽屋と焼印が押してあるんだ。お、それは。驚いたのは久兵衛と伝右衛門でした。が、しかし銭形平次に指もさせるわけはなく、銭形の親分さん、せがれじゃございません。とんでもないお間違いです。お民を殺したのはこの私に相違ございません。せがれの代わりに足を縛ってください。お願いです。路地の中へ裸足で追いすがる伝右衛門の姿、
銭形平次も思わず顔を背けましたが、この六十いくつの半病人がどんなに奮発したところで、お民を殺せる道理はなかったのです。